きましたよ、ハーパーさん。フラッツジャンクションです。どうも。ここは人が住んでるの？住んでるはずです。明日の朝までは汽車ありませんからね。ああ、その汽車で友達が着くことになってるんです。それじゃ。いや、ハーパーってもんです。弁護士で。ああ、そう。いいんだよ。無理もない。めったに人は来ないんだろうからね。ああ、実は友達がね、ここで落ち合おうって電報をよこしたんだ。明日の朝同じ汽車でね、来るんだよ。いや、こういうことを言うのはだね、その男、この村の生まれなんだ。リプベーカー知ってる？じゃあどうも失礼。じゃあさようなら。ええ、そうです。ああ、やっとほっとした。ここの人みんな喋れないのかと思ったよ。いいえ、みんな喋りますよ。でも必要な時だけなんです。勘弁してください。女房のマリオンのやつどういうわけか皮肉ばかり言うんでね。ああ予約してあるんだが。ええ、電報を受け取りました。じゃあ早く部屋に案内してくれないかな。それが悪いんだけど、あんたの部屋まだ支度してないんですよ。どうしてだい。電報はついたってのに。泊まりたいんだよ。なんなら前金でもいいけど、ここに 2,3 日いる予定なんだ。だがね、そうはいかないんだよ。なんだって。つまりさ、 2,3 日どころか明日の朝にはあんた死ぬんだよ。ちょっと可愛がってやるかな。ある一時期には5000人もの人がフラッツジャンクションに住んでいました。人々は額に汗して富を築き、運命のいたずらで貧しくなりました。赤ん坊が生まれ、そして男たちは死にました。大部分は殺されたのです。マーク・ハーパーはここの生活がその頃とあまり変わっていないことを知ることになるのです。弁護士は依頼人に田舎へ行ってくれと頼まれれば命の選択ができると喜びます。しかしのどかなはずだった田舎に荒くれ男がいては命さえ危ういのです。さてそろそろ夜中だ。
あと7時間も経てば何もかも型がつくだろう。だけどハーパーがさ、電報をよこさなかったらどうなってたかな。ああ、奴は撃ってきた。それで覚悟しとくことができたよ。そうだよな。そうとも。明日の朝、俺の言う通りになるんだ。ミューラーに代わってやれ。ウォレス。ご苦労さん。ハーパーは？そのままだ。動かねえけど死んでないだろうな。いや、生きてるよ。それよりさっきから何百回も寝返り打つからわしはその方がよっぽど恐ろしいくらいだったよ。酒場行くのか？神さんにどやされちまうよ。本当だよ、お前らほど若くないからな。早く寝ないと明日の朝起きられなくなるよ。じゃあお先に。おやすみ。おかみさんによろしく。なあ、ちょっとこれはどういうことなんだ。教えてほしいな。どうってことないよ。あんた明日の朝死ぬんだよ。おい、さっきもそんなこと言ってたようだな。冗談にしても言っていいことと悪いことがあるぞ。なぜ俺を殺すんだ。返事をしろよ。お前たち人違いをしてんじゃないのか。最初に言ったように俺はマーク・ハーパーって言うんだ。俺は仇の弁護士だ。女房もいるんだ。子供も3人いる。どうして俺を殺すんだ。話してるときはこっちを向け。やましいことでもあるのか。俺たちだってこんなことはやりたかねえんだよ。そんなこと信じられないよ。信じなくたっていいわね。そうかい。やりたくないっていうのが本当ならどうしてやるんだ。本当にわからねえのか。本当だよ。分かってりゃこんなところには来なかった。来ちまったもの、もう遅いよ。教えてやるけど、あんたが悪いんじゃない。俺に言えるのはそれだけだ。何言ってんだか分かんないよ。リップベーカーのせいだ。あいつが悪いんだよ。リップベーカー、それで俺が殺されるのか。あいつがなぜこっから出てったか知ってるかい。生まれ故郷でんな。人旗あげるためだろう。知らないけど、あいつはここで嫌われてたからだよ。そいつは今も変わらねえがね。俺たちやるべきことをようやくやることにしたんだ。ああ、そうか、分かったよ。つまり俺は巻き込まれたってことか。その通りだよ。気の毒だが死んでもらう。ああ、奥さん。ご苦労様。明日は死ぬ人に最後の晩餐を持ってきたわ。そりゃかたじけないが食べたくないよ。そんなこと言わないで、食べた方がいいわよ。そうしなさい。こういうムニシャ悪いな、食べるか。オーレス、ちょっと開けてちょうだい。ベッドに戻れ。座れったら。奥さん、俺が渡すから。そう、じゃあ早く、さあ、逃げるぞよ。いなくなるまで待ちましょう。何が何だかわからない。今にも目覚まし時計が鳴るような気がするよ。女房が朝飯の支度してるような夢の中のようだ。ここは夢の中なんかじゃないわ。ここはフランツジャンクションで、私たちの町よ。そういうあんたが気の毒だよ。気の毒がらなくてもいいわ。あなたのためにしてるんじゃない。リップのためでもないわ。そうならよかったんだけど。これは私のためよ。私こんなとこで生きてるの嫌だったの。殺されても後悔しない。
一緒に行こうか、うん、ここにいて。おいマリオン、それじゃダメだ。エンジンのコードをつなぎ直してみたらどうだい。出てこい。さあマリオン、どこにいる。誰が。とぼけるなよ、留置場にいなかったぞ。やめろ、奥さんを離せ。逃げるんだ、早く逃げろ。殺されるわよ。やつを殺すんだ。どうだみんな、あいつらいたか。いや、あんたの言う通り、よそ行かれたらまずいな。それじゃな、レイモンを探してトラックで南街道に行って、橋のこっち側を塞ぐように言うんだ。それからすぐトンプソンのところ行って、同じことを言ってこい。北街道へ行って、こっち橋を塞げて、それから停車場に戻ってこい。もしかしてよその奴に電報を見られると困るからな。おい見ろよ、ドアが蹴破られてるぞ。どこ。あのドアだよ。あそこは大丈夫だ、俺が開けたんだよ。今さっき中を調べてみたんだよ。よし行け。懐中電灯、それからあれ。正気の沙汰じゃないよ、めちゃくちゃだ。世の中はみんなそうよ。私が呆れるのは、後でそのめちゃくちゃに気がつくと、なんとか理由をこじつけて言い訳をすること。しかしこれには何か理由があるはずだ。これが理由よ。これってこの銀行か。リップのものなの。町も残らずリップのものよ。いや、リップはうちが貧乏で、それで町から出てったんだろう。ひどい貧乏だったわ。それが大元の原因かも。彼が町を出て2年後、その彼がお金を送ってきて、瞬く間に大口預金者よ。一方この町は不景気になって、飢え死にまで出て、みんな荒んでった。おい、この車トンギ道へ持ってけ。面白いこと聞きたい。この町の者はリップが貧乏だからって嫌ってたけど、ある日気がついたら、そのリップが町の持ち主になってた。町中の者が全部抵当に入ってて、銀行の金はリップのもの。その金は使っちゃったわよ。右から左へ。そうじゃないわ、辛抱はしたのよ。何年も横目で見てね。貧乏なリップを嫌ってた連中は、金持ちのリップを憎むようになったわ。不景気はどんどんひどくなるばかりだった。あんたはリップを好きだったのか。そうかもしれない、子供だったけど。リップ、みんな呼ぼう。
きだったんなら、どうしてリップと一緒に行かなかったんだ。私は男の子にモテたし、リップは掘ったて小屋のせがれだったもの。そのリップが町を差し押さえにやってくる。そして町の者は人殺しになり下がろうとしてる。それは6ヶ月前のことよ。銀行の検査役が来た時、みんなで殺してボタ山にうずめる。入ってくる、殺されるわ。よし、逃げよう。バーノンも呼べ。逃がすんじゃないぞ。ガスがなくなった。近づいたら狙い撃ちにされるぞ。どうする、フィルド。じゃあ夜明けまで待とう。あいつは朝日を正面から見ることになる。そしたら眩しくて見られない。逆転するぜ。ネズミだ。ど真ん中だ。よし、引き金を引け。もうちょっと近づいてからだ。早くしろ、引き金を引くんだ。おい、あいつ手振ってるぞ。何、何だって。早く撃て、殺すんだ。記者だ、記者の方からも見えたぞ。早く、早く撃つんだ。撃て、撃ち殺すんだ。ダメだよ、乗客全部を殺すことができない。そのせい、後のことはいいから、あいつを殺すんだ。
何かあったんですか。これかリップベーカーの企業歓迎パーティーだよ。リップは乗ってるんだろう。今降りるとこです。お前たちが恐れてた男だよ。ハーパー君、私の顧問弁護士として遺言を執行してくれ。遺言は同封してある。そのために私をよこしたんだ。ハーパー君、君を快適な事務所からこんなところに引っ張り出してすまない。私は自分の全財産を生まれ故郷の町に送りたい。私が出た後、町が困っていることを聞いた。力の及ぶ限り町の人々を助けたい。私の懐かしのふるさと、懐かしの友のそばに葬ってくれ。一人の山師がつまずいて転び、そこに突然町ができました。そしてその70年後、リップベイカーは懐かしのふるさとに帰ってきました。運命の車は回ります。突然の富によって生まれた町はまた同じ理由で滅びます。それは世の初めからの習いです。塵は塵に、灰は灰に、荒れ野は荒れ野に帰るのです。ではこの杉を愛するまであなた方もお元気で。忘れないでくださいよ。誰の中にも魔の時があります。